始まりました、テレビ主がプラスワン、司会の桂ゴーデムです。よろしくお願いいたします。そしてアシスタントの中倉真理子です。よろしくお願いします。さあ、コージャクさん、もうすぐ3月、うん、平成23年3月11日東日本大震災から8年が過ぎようとしています。ねえ、はい、あっという間でございます。そうですね。で、その8年間の間にも熊本地震、うん、そして西日本豪雨災害などが続いていますよね。そうですね、毎年のようにそういう被害が出ておりますね。はい、昨年は特に多かったように感じますが、はい、自然災害はいつ誰にどこで起こるか分かりません、うん、そして誰にでも降りかかる可能性があるんですよね。そうですね。ただこんなデータがございます。ご覧ください。東日本大震災では大規模な地震と津波で大勢の人が亡くなりましたが、死者のうち6割が65歳以上の高齢者、また障害者の死亡率は全体のおよそ2倍、うん、つまり要配慮者の避難が大きな問題となったわけなんですね。あ、初めて知りました、今回のテレビ滋賀プラスワンでは、助け合って災害から身を守る災害時要配慮者支援についてご紹介していきます。ゲストをお迎えしてお話をお伺いしていきます、はい、滋賀県健康福祉政策課の市立悟さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。名前が市立、珍しいお名前ですね。かっこいいですね。ね、大宮八幡、あ、そうですね、のだけに限られた、そうすみません、すみません、こう答えようないですよね、難しい、恰幅のいいね。そうですね、本当に貫禄があって、今日は一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、災害対策といいますとね、防災危機管理局というイメージがあるんですが、健康福祉政策課になるんですね。そうですね、あの、要配慮者の方の防災対策ということですので、福祉関係の部局で担当しています。うん、要配慮者という言葉をね、私実は初めて聞いたんですが、一体どういった方のことを指すんでしょうか。はい、地震などの災害の時に、はい、自力で移動できなかったり、あの、情報を知るのが難しい方で、はい、避難するために何らかの手助けが必要な方のことを言います。ほう、例えば高齢者や要介護者、病気や障害で寝たきりの人で助けを呼ぶことができなかったり、避難ができない人、聴覚・視覚障害者、発達障害、精神障害、視覚障害者など、現場の状況理解や避難などの判断が困難な人です。ほう、そういった意味では日本語が苦手な外国人や認知症の人も要配慮者ということになります。そうなりますよね。ただ元気な人は自分は関係ないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんよね、うん、そこは大きな間違いでして、はい、今は元気でも、あの、生活状況の変化によって、はい、誰にでも要配慮者とになる可能性はあります。例えば怪我をして動けなくなった、聞こえづらくなった、認知症が進んだ、赤ちゃんができたなど、こういった生活の変化は誰にでも起こりうることだと思います。はい、こうした生活状況の変化だけではなくて、災害時の混乱の中で支援が必要になるという場合もあります。例えば眼鏡を外すと、はい、何があるか周りがぼやけて見えないという視力の方も結構いらっしゃると思うんですね。はい、そういう方が災害の中で眼鏡をなくされたというようなことになりますと、不便さのレベルっていうのは視覚に障害のある人とほぼ変わらなくなります。うわー、そうか、そう考えたら僕もそうですね、メガネですからね、石原さとみ、すごいよく見、それはダメですね、かけててくださいね、はい、全然違いますけどもね、はい、でも決して人事ではないっていうことですよね。そうですね、うん、はい、あの、誰もが災害時には要配慮者、支援を受ける側になるということがお分かりいただけると思います。あ、そうですね、そういう人たちを手助けして支えるのが、避難支援等関係者と呼んでいます。うん、どういった方のことを指すんでしょうか。例えば助けを呼びに行ったり、逃げ時を知らせたり、はい、様子を見に行ったりする、自主防災組織の人や、自治会町内会の防災担当者、はい、民生委員、児童委員の人も入ります。また避難所生活を手伝ったりする社会福祉協議会やボランティアの人も避難支援等関係者です。
ということは石立さん、防災避難計画を作る行政とか、あと実際に救助したり避難したりするのを助ける消防、警察もそこに入ってくるんですね。そうですね。そういった関係者が支援する側もされる側も、普段から地域のつながりを作って、深めていくことが災害時の支援を速やかに行うことにつながると思います。そういった関係者の連携とスキルアップを目指しまして、滋賀県ではさまざまな研修会が開催されています。その中から今日は2つご紹介します。まずは災害時支援対策研修会です。2月1日災害時における要配慮者の避難支援対策について考える研修会が行われました。この研修は、災害時に、配慮が必要な方への適切な支援ができるよう、行政職員、それから専門職、それから地域で、支援していただいている方、それから、配慮が必要な方ご本人さんと一緒に連携することを目的としております。いざという時の支援に備えるには平常時からの連携が大きなポイントとなることから、県内でも検討が進んでいる地域の事例が紹介されました。高島市介護サービス事業者協議会では、災害対応力の底上げや要配慮者の支援体制強化について検討する際、行政などの関係者も巻き込んで検討し、体制づくりを進めていることが話されました。災害時、台風であったりとか、大雨が降ってきたときに、その訪問サービスの事業所がサービスに行っていいんやろかどうなんやろかであったりとか、バラバラにするんじゃなしに市とも協議させていただきながら、なんかそういったまとめみたいなものがあるといいなっていうふうな。地域と行政が連携しながら検討を進めて3年、検討されてきた内容は高島市が開催している防災訓練の中で検証を行い、より実効性のあるものになっているようです。また彦根市では行政が主体となって要配慮者の避難支援等についてまとめた福祉避難所の開設・運営マニュアルを平成29年に作成、いざという時に助けてと言い合える地域づくりを進めていることが話されました。こうした県内の先進事例から見えてくるのは地域のつながりです。そういったつながりによる災害時に福祉的な側面から支援し合える体制が群馬県に整備されています。それが群馬県災害福祉支援ネットワークです。被災した地域のチーム員は動かさないという前提になっております。専門ブロックが被災した場合は他の3つのブロックが応援体制を考えるというような形になっております。こうした福祉職のですね、専門性を生かしながら少しでも配慮が必要な方の避難生活がいい方向に持っていけるお手伝いができればということで作っておりますのが、こちらの取り組みになっております。1日の最後はグループワーク、支援をする側と支援を受ける側が同じテーブルを囲んでそれぞれ意見を出し合い、支援力を高めるためには何が必要か議論が交わされました。私たちだったら声かけをしていた。その障害者の特徴的なその情報の手段みたいなものを避難運営者に分かってもらっておくというか。これまで県内の取り組みをサポートしてこられた桑原秀文さんは、今回の研修をどのように感じられたのでしょうか。障害当事者、支援者、公的立場、社会福祉を推進する社会福祉協議会などがこれだけいらっしゃる会議体というのはあまりないと思うんですね。で、今日も当事者さんの意見が出る、行政の立場から意見が出る、でこれがフラットなんですよ。もっとですね、このネットがワークしていくようないい取り組みが今後も広がっていってほしいというふうに期待しております。どういうことに困っていらっしゃるかということをよく聞いて、そういったことに対して細かな対応ができるようにしていかないといけないのかなと思います。
地域の方と一緒になってどういう町をどういう災害時にどういう動きがいいのかというのを共にちょっと考えたり検討していく場を持っていければなというふうに思います。この、研修を契機にですね、地域の方で、皆さんで災害時要配慮者への、取り組み、これを進めていただく。でそれはさらには今日お集まりいただいた方とも顔の見える環境を作っていただいて実際に動ける、そういう仕組み作りを、期待しております。昨年も大規模な自然災害が広域で多発しましたし、はい、ますますこの災害時要配慮者支援の対策をしっかりと考えていく必要があるなと思うんですが、はい、やはりいざという時のために備えるためには日頃から関係を作っておくということが大事になるんですね。そうですね。災害時の要配慮者支援対策として特に大事なことを2つ申し上げたいと思います。はい、1つ目は近所と顔つながりを作ることです。顔つながり、はい、自治会や自主防災組織に加入する保健福祉の関係職員とつながる民生委員児童委員とつながる地域行事に参加し近所とつながるといったことです。はい、2つ目は訓練などに参加していただくことです。防災の講習会に参加する、市や地区の防災訓練に参加する、防災計画の策定に参加するといったことです。重要なのは支援を受ける方自身が訓練に参加していただくことです。普段の訓練で当事者の方でないとわからないことをチェックし意見交換をしておくことが、はい、いざという時の何よりの備えになると思います。支援を受ける側の方も一緒になって意見を出していくということですね。さあそれではもう一つの研修会です。はい、滋賀県にはおよそ2万7000人の外国人住民が暮らしておられます。日本語が読めない話せないという方も多くいらっしゃいます。そこで災害時外国人サポーター養成講座が開かれています。行政の方もそうですし民間の方もボランティアの方も一緒になってこう実際本当にどうやったらできるのかなっていうところを考えていただきたいなと思います。2月3日大津市にあるピアザオーミで災害時に外国人を支援するサポーターを養成しようと災害時外国人サポーター養成講座が開かれました。大きな災害が発生いたしますと誰もが不安に思ったりとかするんですけれども、特に外国人の方っていうのは日本語もわからないですし、で何が起こっているのかわからない、どういうふうに行動したらいいのかわからない、そういったことは日本人以上にそういうような状況に置かれることになろうかと思います。でそんな中で今回、災害時の外国人のサポーターの養成講座っていうのはそうした外国人の方に対して支援しっかりとした支援を行っていこうということで開催するものです。前半は特に日本語がわからない外国人に災害時の情報をどのように伝えたらいいか、また必要とする情報は何なのか講義が行われました。普段外国人の人が日本に暮らしている中で言葉の壁、制度の壁、心の壁、それプラス、災害の時は、こうした文化の壁、からもう一つは、経験の壁ですね。そういう緊急時にどう対処するかなんていう こう動き方っていうんですかね、ここの捉え方とか、こうしたものもやっぱり国によって人によって違ってくるっていう。また総社市の方を講師に迎え西日本豪雨の際の外国人対応の経験談を聞きました。ある工場から連絡が入ってました。その工場の周りで全部水が使ったんです。で会社からもうどういうふうに伝えたらいいかわからないから、とりあえず皆さんが食堂が詰まって中ですごいパニック、なんで私たちは帰ることできないんですか、なんで帰らさないのっていう感じで、私ともう一人の方でそこの近くまで行ってすごい水があったから、このぐらいの水もう中に棒が持って歩きました。もう工場まで今は外はこんな状況だよとか出れないんです言って、皆さんがこの人番ぐらいちょっと止めてください、その方が安心だよっていう感じでそのメッセージ伝えて、そこに皆さんが落ち着きました。講義後はワークショップが行われました。大規模災害時に想定される課題を提示し、それぞれのグループで対応方法などを話し合うものです。ここではまた外国人への情報提供に関して翻訳や通訳をどのようにしていけばいいか話し合われました。
外国人サポーターは災害時に情報が伝わりづらくて、でなおかつ不安な思いをしている外国人に日本語で出される情報を多言語化して伝えることで安心を届けること、また災害時に外国人を支援して行政や地域の橋渡しを担うボランティアの方々になっていただくものです。で、まあ、このサポーターなんですけれども日本人の方だけでなくて外国人の方にもなっていただきたいと思っています。滋賀県には多くの国籍の方住んでますので、そうした方にもサポーターになっていただきたいというふうに考えております。いざ災害が発生した際にボランティアの方々の力もお借りをしながら迅速かつ適切に支援活動ができるように誰もが安心して暮らせる共生社会の実現に向けた取り組みが必要になってくることと思います。地震とかはもう多分日本では初めてじゃないと思いますけども、やっぱり避難とかはどうするかとかはほとんどはまだわからない。でその今の勉強はそれに皆に伝えて役に立つかなと、それはと思います。本当に外国人の対応というのはすごく大事だなというか、まだまだ全然できてないので、本当にまさかの時にはとても必要なので、事前にやっぱりきちんとシステム作りとかが必要だなというのをとても痛感しました。なるほど、何にも考えてなかったな人のこと外国の方のこと特にね、それ伝わらへんわな。そうですよ ね、 難しいことも多いしね。こういうの見ると思い知らされますよね、うん、で外国の方のお話にもありましたけど、はい、やっぱ実際の災害の現場になると本当に大変だったようで、外国の方も不安ですよね。そうですよね、うん、それに災害情報などの専門用語っていうのは日本語は非常に難しくて、翻訳や通訳をする際にはまず簡単で分かりやすい日本語に直してから翻訳するということなど演習が行われておりまして、普通に通訳するよりも難しいということが分かりました。ね、うん、外国の方も増えてきていますし、こういったサポーターさん増やしていきたいですよね。そうですね、阪神淡路大震災を機にボランティア活動に注目が集まりました。はい、その後各地で外国人も同じ地域の住民として互いに認め合い、共に地域づくりをしていこうという多文化共生を目指した活動が広がりました。災害時外国人サポーター養成講座は地域社会における多文化共生への関心を高めるとともに、外国人支援という切り口で災害時要配慮者への対応を考える良い機会になったのではないでしょうか。そうですね、うん、千田さん、では最後に災害時要配慮者支援について県民の皆さんにメッセージをお願いします。お願いします。防災全体に言えることですけれども、普段から、訓練の時に、できていないことは災害時には絶対にできません。絶対にできません。ですので地域の要配慮者の方が、自治会などの防災訓練などに参加してですね、自分はこれでは困ると、こうしてほしいというようなことを意見を言う、そういう取り組みをぜひ進めていっていただきたいと思います。なるほど、要望を言うことによってそれが周りの人に伝わってですね、はい、みんなでまたその地域を作っていこうということですね。そうですよね、顔が見えるつながりというのが大事なんですね、はい、絶対にできませんという、市立さんに言われたらそうなんやと思ってしまうよね、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて次回は、はい、知りたい学びたいを応援、滋賀県立図書館をご紹介いたします。はい、それでは皆さんまた次回さようなら。